後半戦は大阪ガスのキックオフで試合再開する形になります。キックオフしましたのは大阪ガスの22番の清家、関西大学出身です。対しまして磯野は84番、そしてもう一人配置しております、16番が配置してあります。さあ磯野リターンに入った、リターンは84番、キャッチしましてから右サイドライン側を疾走、味方ブロッカーを生かしまして自陣35ヤード付近の攻撃位置を確保しています。この位置から磯野スーパースターズの攻撃となります。リターンしましたのは磯野スーパースターズ84番の五十嵐、東北大学出身です。さあ後半最初の攻撃シリーズは磯野スーパースターズとなります。磯野スーパースターズ自陣36ヤードからファーストダウン10、さあまずパスプレーから入ります。右に展開していました11番のヒッチパス、そこからキャッチアンドランを図り11番約3ヤードのゲインを確保しています。最初のキャッチアンドランを決めましたのは11番の松永でした。四日市大学出身です。東海学生リーグ、現在は2部リーグで苦戦しておりますが、しかしその、三重東海の雄、四日市大学のプレイヤーが活躍しています。磯野スーパースターズセカンドダウン7、成功。ここで一気にロングパスを投じました。相手の意表をつかんと一気に84番のスピード勝負に持ち込みましたが、しかしパスがオーバースロー、パス不成功となりましてサードダウンに変わります。磯野スーパースターズサードダウン7、不成功です。これでクォーターバック18番、右に展開しました84番にパスを投じましたが、これは大阪ガスディフェンスカバーしておりましてパス不成功となっています。磯野フォースダウンに変わります。磯野スーパースターズフォースダウン7、パントフォーメーションを取ります。パンターはクォーターバックである18番の田中が務めます。ここは大きくリターンすることを避けるため低いキックを蹴りました。結果的に大阪ガス陣30ヤード付近で攻守交代となっています。攻撃権変わりまして大阪ガスの攻撃に変わります。大阪ガス自陣31ヤードからファーストダウン10、ナイスラン、ファースター何には黒番、まずハンドオフを託されまして中央へ突破、相手のディフェンスの隙間を縫うように左オープン展開し攻撃権更新です。大阪スカンクスファースター、素晴らしいステップで攻撃権更新果たしたランニングバック6番は川上、桃山学院大学出身。大阪ガスボールオン自陣47ヤードからファーストダウン10、
ス成功。クォーターバック18番右に展開した3番にパスを通しまして約2ヤードのゲインとしています。パスキャッチしましたのはワイドレシーバー3番の松田でした。桃山学院大学出身。大阪ガスセカンドダウン8、失礼しました、セカンドダウン7に訂正します。中央へのランプ、ダニバック34番に託しました。タックルは受けましたがセカンドへフォートで約3ヤードゲインとしています。キャリア34番は辰馬、大阪体育大学出身。大阪ガスサーダウン4、ボールオンは相手陣47ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック18番パスプレーに入りまして中央にとどまっていた10番にパス、10番これをキャッチしましてセカンドへフォートで攻撃権更新です。大阪スカンクスファースター、見事キャッチしましたのはワイドレシーバー10番の谷田、京都産業大学出身。さあじりじと陣地を押し上げていく形でエンドゾーンに迫っております大阪スカンクス。ボールオンは相手陣33ヤードからのファーストアウト。さあ中央へのランプレーから入りました。ダニ枠28番の突進によりまして約2ヤードのゲインとしています。キャリア28番は北沢、鳥取大学出身。エイジ41、不惑の年齢にあるランニング枠、ここで活躍しております。大阪ガスセカンドダウン8、パス成功、ファースター。クォーターバック18番プレッシャーをかいくぐり右にロールアウト、そこからワイドレシーバー22番にパス、22番カバーされておりましたがこれを競り合ってキャッチしまして攻撃権更新です。大阪ガスファースター、見事キャッチしましたなワイドレシーバー22番の清家でした。関西大学出身。さあこれには大阪ガスは相手陣10ヤードからファーストダウンとゴールの攻撃に入ります。エンドゾーンへの4回のうちの1回目の攻撃、これは磯野ナイスディフェンス。まずランプレーによって左オープン展開を図りました。しかしこれを磯野スーパースターズ97番が猛パシュートしましてこのランを阻止、約4ヤードロスに変えています。素晴らしい出足でこのランを阻止しましたのは磯野スーパースターズ97番の竹内、岐阜大学出身。 X1 エリア名古屋サイクロンズからの移籍プレイヤーです。トップ走を知りますプレイヤー、ここで一つ大きなプレーを決めました。大阪ガスセカンドダウン2ゴール、残り14ヤード。パス成功。クォーターバック、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に審判団から黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。まもなく審判団からこの反則の内容がコールされます。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。
オフェンスチームの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。この反則により10ヤードの罰退を受けます。従いまして大阪ガス10ヤード下がりましてセカンドダウン2ゴールです。エンドゾーンまで24ヤード、この残り3回の攻撃へ挑みます。パスは成功。まずパスプレーで状況打開を図ります。左に寄りましたワイドレシーバー9番にパスを通しまして陣地挽回を図っていますが、しかしまだ残り13ヤードの状況にあります。大阪ガスに攻撃権更新の機会は現在ありませんので、残り2回でエンドゾーンを狙うか、あるいはフィールドゴールを狙うかのいずれかの形になります。さあサダン2ゴール、残り13ヤード。パス成功、タッチダウン。ここで大阪ガス中央に切れ込んだワイドレシーバー1番にパス、1番ディフェンスのカバーを振り切ってこのパスをキャッチし、エンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。大阪ガスワイドレシーバー1番コーのキャッチによりましてタッチダウンを上げ6点追加となっています。ワイドレシーバー1番はコー、江南大学出身。このキック決まりまして1点追加、大阪ガススカンクス14点、磯野スーパースターズ0点となっています。大阪ガスビッグプレーを重ねましてこの攻撃のシリーズを見事タッチダウンで決断しました。そのリードを広げる形に成功しております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって行われております。さあ後半まず最初のシリーズをものにしましたのは大阪ガスでした。その大阪ガスのキックオフで試合再開となります。さあ磯野リターンに入ります。リターナー84番、左から縦に切り上がるようにリターンを試みまして事前に40ヤードの位置を確保しています。さあかなり好位置を確保する形にはなりました。ここを反撃の起点とできるでしょうか。磯野スーパースターズ事前に39ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。何枠25番、ハンドオフを託されて左を2クロ突破、相手タックルをさらに弾き飛ばすように約7ヤードのゲインとしています。まず最初のランプレーを決めましたのは25番の宮部です。北海道大学出身、昨シーズン X3 のリーディングラッシャーになりました。磯野スーパースターズセカンドダウン3、ナイスラン。何枠23番オプションプレーのピッチを受け右オープンを展開、ディフェンスが迫り来る中ゲインを重ねまして約2ヤードほど確保しています。しかしサードダウンに変わります。キャリア27番は東でした。
京都工芸繊維大学出身。さあ残り1ヤード、しかし実質1ヤードありません。インチの状況、磯野スーパースターズサーダンインチ。さあクォーターバック自ら行った、相手の隙をついて中央へ飛び込むクォーターバックスニーク。さあ決まりましたでしょうか。見事攻撃権更新です、磯野スーパースターズファースター。この状況を磯野クォーターバック見事な判断で攻撃権更新としています。磯野スーパースターズ攻撃権1回目に戻しました。磯野スーパースターズ自陣49ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでパスプレーを投入しました。右に展開していた16番にパスでしたが、16番これをキャッチミス。パス不成功でセカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズセカンドダウン10。成功、攻撃権更新ファースター。ここでクォーターバック18番右に展開しました、11番にパス。11番相手ディフェンス背番中、相手を吹き飛ばしまして攻撃権更新です、磯野スーパースターズファースター。パワフルな攻撃権更新を果たしたワイドレシーバー11番は松永、四日市大学出身です。ここでホイッスル、先ほどの判定に関して、アピールがありました。見事、攻撃権更新が見事確定しまして、磯野スーパースターズファーストダウンとなっています。さあ相手陣に入りました、磯野スーパースターズ相手陣40ヤードからファーストダウン。ここで磯野スペシャルプレーを投入。クォーターバックから左に展開した10番1番にラテラルパス、前ではなく後ろへのパスを投じました。後ろのパスからの前へのパスは有効です。この権利を生かしまして、そこから1番がロングパス、ディフェンスの裏をつくように4番がこれを見事キャッチし大きくゲインしました。磯野スーパースターズパスター、見事このスペシャルを決めましたな。1番の美濃浦、そして4番の一野でした。美濃浦は岐阜大、ともに岐阜大学出身。さあここでホイッスルが吹かれております。磯野ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。さあ見事このトリックを決めまして、磯野絶好の得点機を得ております。ここで一旦仕切り直すためにタイムアウトを入れました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって行われております。多くの企業様、そして個人の方々のご寄付ありまして、この企画は成り立ちました。この企画のおかげで私もこの X2、3の配信以外にも地方の学生、東海、北陸、中四国、九州といった学生たちのアメリカンフットボールをお伝えすることが叶うようになりました。いろいろな形でアメリカンフットボール普及に努めてまいりますので、ぜひ皆様ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ試合再開です。磯野スーパースターズ相手陣6ヤードからファーストダウン2ゴー。さあまず中央行った、
まず力技で中央へのランプレーを展開しました。中へ滑り込むように約1ヤードほどゲインとしています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。大阪ガスもこの中央へのランプレーは並み居る強豪たちも攻めあぐねるその強固なディフェンスを誇っております。磯野スーパースターズセカンドダウン2ゴール。さあしかしそこを真っ向勝負でこじ開けるか、あるいは外へ転化するか、2回目の選択です。パス不成功。今度はパスプレーによって突破を図りました。中央にレシーバーを切り込ませまして、そこへパスを投じましたが、大阪ガス譲りません。サードダウンに変わります。さあ磯野スーパースターズサードダウンの攻撃に入ります。3回目の攻撃、エンドゾーンまで5ヤード。磯野スーパースターズサードダウン2ゴール。インターセプト、ターンオーバー。ここでエンドゾーンにパスを投じました磯野スーパースターズ。しかしそのパスを取りましたのは大阪ガスでした。このパスを大阪ガスレシーバー、ディフェンスの選手エンドゾーン内で着地しまして、このプレーを終了させております。従いましてインターセプト、そしてタッチバックの判定となります。ディフェンスチームがタッチバックを確保した場合には攻撃権を奪う形になり、自陣20ヤードからの攻撃になります。従いまして大阪ガスこの窮地をこのインターセプトのように脱する形になりました。大阪ガス攻撃権を得まして自陣20ヤードからの攻撃、大阪ガスカンクスファーストダウン10。さあ大阪ガスはまずランプレーから入ります。ランニーバックに託しまして右オフタックルのランプレー、キャリアは34番、ディフェンスが集まりましてゲインは1ヤードにとどめております。大阪ガスのキャリア34番は辰馬、大阪体育大学出身。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして磯野スーパースターズ0点、大阪ガスカンクス14点。攻守方向を入れ替え最終クォーター第4クォーターに移ります。